は JAXA に転職したい。この番組は BS 日テレの局員である僕牧田博之が JAXA に関するさまざまな最新情報を入手、 JAXA に転職を試みる番組です。皆さんこんにちは、 BS 日テレの牧田です。本日のゲストはですね、 JAXA の藤平浩一さん、そして新スペクティブの笠井一さんです。よろしくお願いします。お願いします。私藤平です。よろしくお願いします。今 JAXA の新事業促進部というところに所属しておりまして、今新事業促進部が進めている民間競争プログラム J スパークというものがあるんですけれども、それの主に衛星作る系であったり衛星使う系の担当をしております。もともと衛星開発のエンジニアをやっていて、作る人だったんですけれども、今はその使う人、使ってもらう人ってことを主に取り組んでおります。すごい気になるんですけど、バッグが子供のおもちゃっていうのは今こう緊急事態宣言のテレワークを受けですね、子供の荷物置き場で私仕事をするはい、新スペクティブ笠井と申します。新スペクティブはですね、2018年に会社が立ち上がりましたけども、もともとは衛星のレーダーの技術ですね、我々のサーレーダー、合成開口レーダーというレーダーを搭載した衛星を持ち上げたんですけども、この技術開発をやっていたんですね。でその開発した技術をそのまま引き取って事業としてスタートしたのが新スペクティブです。新スペクティブさん、まさにやっぱ衛星が上がって画像が撮れたっていうのは、去年の12月ですね、ニュージーランドの方から人工衛星を打ち上げまして、最初の実際にレーダーで地表を撮った画像ももう一般公開させていただいたんですけども、順調に今データの取得と運用というのを今やってる。おめでとうございます。まさにこの測ったかのようなタイミングでの出演となりまして、ね、ありがたいですね。ぜひね、牧田さんに知っていただきたい、衛星って打ち上げた後と宇宙行ってからまず通信が確立すること、こう、電力が確保できること、データが取れることって、もう最初の数週間、数日が一番こう、衛星としてはクリティカルなタイミングでして、そこを乗り越えたよっていうので、こう宇宙業界、衛星業界としては、おーすげーっていうタイミングです、まさに。ただ、実はもう2号機目の話になっていて、これからうち、2020年代後半にはもう30機打ち上げて、これ、コンステレーションって言いますけれども、衛星をまあ30機同時にこう運用して、世界中の主要な都市を1日いっぱい、レーダーで撮って、それを商売にしていくというのを今目指して、もう2号機目作り始めています。コンステレーションっていうのがちょっと初めて聞いた単語だったんですけど。いいですね、いいリアクションですね。コンステレーションとは、星座っていう意味でして、衛星って90分とか100分とかで地球を一周してるんですけど、地球と近いところを飛んでる衛星っていうのは真上にないと観測できないっていうのがデメリット。なので、じゃあどうすればいいかっていうと、たくさん奇数を増やしましょう。いっぱい上げて、一つの目的を達するってことをコンステレーションと宇宙業界では言ってます。衛星の軌道は基本的には地球との距離で決まる。通信衛星とか、あと気象衛星って台風がガン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 こう動いていく中、刻一刻と変わる状況を観測したいので、常に、観測できる軌道を選んで飛ばしているという状況です。で、新スペクティブさんがやられているのはレーダーは離れるとすごく、弱くなっちゃうので、できるだけ地球に近い方が良い絵が撮れるので、近いところを飛んでいるというメリットデメリットを見ながらみんな軌道を考えてるって感じですかね。よく宇宙からの映像って、カメラで撮った映像、ね、あれを使ってるのが多いんですけども、うちの特徴としては、X バンド帯のレーダーが電波をアンテナから発信して地表から帰ってきたのを 3D マップみたいにして画像に起こしていくんですね。高さが分かるとか物の形が分かるとかいろんなことができるので、いろいろ分析がしやすいんですね。いろんなところで用途があって、エネルギー関係の会社ですとか、あとは都市を作るみたいなのに、今の形を見て都市をどういうふうに作るか計画したりとか、あとは一番大事なのがありますね、災害の時に災害の状況をいち早くモニターするということもできます。基本的に比較されるのが光学画像、写真ですよね。と、レーダーって結構比較されて、レーダーでも見れるし、光学画像でも見れるっていうのは、基本的には同じような絵は撮れるんですね、写真を撮ろうと思うと。じゃあなんでレーダー使うかっていうと、宇宙から観測する、衛星画像の最大のデメリットって、曇ってると撮れないんですよ。雲しか映んないから。あと夜は、暗いんで、光しか撮れない。だから細かい絵が撮れないっていうのがもう最大のデメリットなんですけど、その2つを補うのがレーダーでして、雲透過するんで、曇ってても大丈夫。あと太陽光いらないんで、
夜でも大丈夫、同じような観測ができるというのが最大の特徴だけれども、レントゲンみたいな白黒のザラザラ画像なんですよね。だから細かい情報は光学画像に比べたら分かんない。本当は光学で見たいんだけれども、今笠井さんが言った、災害時、日本は台風とか雨の災害多いですけど、その瞬間を撮ろうと思うとマーク持ってるんですよ。そこでレーダーを使う。なんで、そういうような使い方で災害に適用できると。でプラスレーダーでしか分かんないこともあって、これも新スペクティブさんのサービスで行われているものとして、このインフラモニタリングっていうのがあって、この大きな構造物の微小な変化っていうのをレーダーを駆使すると、目で見えないような細かい変化でも知ることができるっていうのが、レーダーでしかできないっていうのがあります。衛星ってなんかもう一つの種類しかないのかなってイメージだったんですけど、そんなにやっぱ光学とサー衛星とまた違いがある。やっぱ一番はそのズバッとニーズに刺さるソリューション、これこれみたいな、これ欲しかったんだよっていうところを衛星データも使っていかにして生み出していくかっていうと、もうめっちゃ使える、衛星データめっちゃ使えるって多分、まだ思われてないんですよ。ってことは本当一部の利用に限られちゃってるんで、もっと汎用的に幅広く使ってもらうためにはどうしたらいいかっていうところはもう常日頃考えてることかなと思います。自分通貨をこうモニタリングするようなアプリケーションもできてますし、あとは、水害があった時に水害の、被害度を即座に見れるようなアプリケーション、これももう自作ができて、実際あの営業に使ったりしてます。実際にアプリケーション作って、お客さんのところに行って売り込むんですね。データをベースに、施策を作って、お客さんと一緒にそれを評価始めちゃおうということで、ニーズをつかみに行ってですね。そうすると、まあ、それに向けて今度は実は逆に衛星をそれに向けて設計しちゃおうみたいな話で、じゃあニーズに合った衛星ってどんどんみたいなことで、次の衛星、その次の衛星、どんどん生かしていくみたいなことが、まさに来てますね。まあ、やってる最中です。ジヒラさんって、どういった理由で JAXA に入られたんですか？僕はですね、全然宇宙は知らなくてですね、正直なんで今の、秋田さんより多分当時知らなかったんだと思うんですけど、もともと僕は材料の研究をしてたんですね、大学で。で、なんか材料を使ってもらう、使えるようなフィールドに行きたいなと思ってて、就職先探してて、で、宇宙で材料を使うってどういうことになるんだろうっていうのを考えて、そこでなんか調べてみると JAXA というものがあると。そこからインターンを経て入りました。なので、宇宙は JAXA デビューとともに宇宙デビューしたので、正直それ以前は何も知らない普通の大学生でした。この新スペクティブさんってどんな人材を求めてらっしゃるんですか？中途で私も入った時に、宇宙業界じゃないとこですね、前航空業界、自動車業界から来て宇宙業界なんですけど、入る時にこの会社潰れちゃったら困るなと思って、うちの今の社長の新井にどうやって儲けようとしてるんですか聞いたんですけど、その時に今のビジネスのモデルの話で、画像を撮って画像を売るだけだと大してお金にならないと思うんですよ。でもそれを確かに付加価値つけて加工してアプリケーションにして売るっていうのは確かにピンとくるなって、それだったら儲かる可能性が高まると思って転職を決意した経緯です。うちの、構成人員見ると半分ぐらいが宇宙業界から来た人、半分ぐらいは宇宙関係ないところから来た人で構成されてるんですね。そうすると関係ないところから来た人が、やっぱりそのなんかブレイクスルー的ななんかこうアイデアを出せるんじゃないかなっていうのがやっぱりうちの中で、求める人材といったらやっぱりあれですよね、そういった、新しいところにジョインして、その分け隔てなくその凝り固まらずにですね、いろいろ意見を言っていろんなことを、スペシャリティに調整していく、やっぱりそのマインドですかね。いろんな国の人、うちも働いてますけども、いろんな国の人とこう前向きにいろんな議論ができるというような人であれば、いろんなチャンスあると思いますけどね。あんまり、JAXA に転職したい、宇宙業界に入りたいって言ってると、新スペクティブさんに入れてもらえないですよ。宇宙好きは全然いいと思いますし、JAXA も宇宙好き、多いので、ありだと思うんですけど、どうなんですかね、僕だけ宇宙好きじゃないというか、宇宙以外の人取った方がいいんじゃないですか、JAXA さんっていう体で僕は攻めたので、外と組んで、新しい価値を創造しましょうとか。技術の進歩も、あって、そういうような外へいかに使える宇宙を提供できるかみたいなところがあると思うので、その視点がある人っていうのは僕はすごく重宝されるんじゃないかなっていうのは思います。宇宙おじさんのジャックペディア、皆さん、こんにちは、今回はですね、どっから宇宙かっていう鉄板のネタをちょっと紹介させていただきたいと思います。
今回この地球儀使います。まあ、実際の地球の大きさというのが 12,756 キロあるので、まあ、長さでいうと約1億分の1の地球がこちらになります。はい、ではどっから皆さん宇宙だと思います？はい、違います。そう、100キロですね。100キロからが宇宙。だいたいどの辺かっていうと、この13センチの地球に対して約1ミリのところですね。もうこの辺、この辺超えるともう宇宙になります。すごくそういう意味では宇宙って地球から近いじゃないかなって思います。それからですね、国際宇宙ステーション約 400km のところを飛んでます。まあ、この地球でいうとだいたい4ミリぐらいのところですね。この辺を飛んでます。でさらに地球観測衛星っていうのがあって、地球をこうぐるぐる回りながら地球を観測してる衛星、皆さん Google の写真とかも見てると思うんですけども、そういったものはだいたい600メートルから 1000 メーターぐらい、まあ、それ以上のところからこう撮ってる、まあ、いわゆる低軌道っていうのはこの辺をこう飛んでるっていう形ですね。はい、さらに、気象観測衛星ひまわり、まあ、地球をこう定点から撮っている衛星があるんですが、それはだいたい3万6000キロこの辺にいます。まあ、地球の直径の3倍ですね。この辺からこう地球を撮ってます。実はですね、地球の近くってこうパッて見てもらうと分かるんですけど、重力が結構地球って大きいので重力が強いんですね。ということで近くを回ってる衛星って早く回らないと地球に落っこっちゃう。なのでぐる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 、まあ、宇宙ステーションだと90分で1周で、先ほどの静止衛星だと、まあ、3倍のこのくらいの距離になるので、重力かかる重力が小さくなるのですごくゆっくり飛べる。なので、例えばひまわりだと日本の上空をずっとこう同じ位置で見れるわけですね。さて最後に月を、月はどの辺だと思いますかね。ということで、実際に月どの辺だか試してみましょう。ちなみに地球がこの大きさすると、月の直径は地球の4分の1になります。じゃあ実際どの辺だと思いますか。この辺、この辺、柴さんに月を持ってもらって、実際の月の位置まで動いてもらいましょう。はい、お願いします。はい、これだいたい38万キロ、月っていうのはこう見ていただくと意外と遠いところにあるのが見てもらえると思います。いかがでしょうか。皆さん地球の人工衛星の位置、宇宙がどこからか、それから月の位置感じていただけましたでしょうか。はい、ということで、今日の、ジャックペディア以上です。また会いましょう。さよなら。